はい、皆さんこんばんは。ラーメン、ご飯、餃子なんですけど、今日の動画はこのラーメンとか、のこういうね、ベロイさん食堂の話ではございません。ラーメン定食、これで600円、皆さん覚えておいてくださいね。はい、皆さんこんばんは。先ほどの、ラーメンの動画ね、自分が以前働いてたラーメン屋のラーメン定食600円なんです。これにまつわるねお話をしたいと思います。自分が以前働いてたラーメン屋さんにね、夕方5時前ぐらいに年老いた、お母さんと息子さんがね、食べに来てくれるんですよ。毎週土曜日にね。で、その子はね、野球少年で、中学校3年生だったかな、その当時はね。で、いつも必ずね、来たら、ラーメン定食を頼むんですね。ご飯と、餃子とラーメン。で、いつも2人で来て、子供だけがご飯食べるんですよね。で、まあ自分たちは別に気にせずに、まあ普通の対応して、いらっしゃいませ、何しますかって、ラーメン定食、分かりましたって持って行って、お母さん横でじーっと見てるだけなんですよね。それにしてもね、毎週土曜日来るたんびに、ラーメン定食一つだけしか頼まへんし、で、まあ僕らの間でね、いろんなこう憶測が流れとったわけですよ。なんでお母さんいつも食べへんのかなって、いや多分家で食べてきてるに違うかとか、まあそうやな、まあそうかもしれへんなって、まあまあ人の家庭のことやから別に気にせんでんちゃうって言って、そうですねって話してて、でまあ店長が、いや多分な、すごい事情があんねんでって、親子で来てそういうなんか一緒に食べるんやったら分かるけど、もう全く食べずに子供だけで食べてるやろ、何かあんねんでって言って、あ、店長そう思うんですかって、僕らは別にただお母さん見てるだけかなって、でも言われてみたらそうですよねって話になって、いやこれ絶対なんかあるぞって店長が言い出して、で店長は俺もそうね、そうなんやけど、その個人を出たんやね、店長も俺も全く、まあ俺はそこの職場で知り合ってんけど、全く違う、俺は個人やってんけどね、店長も違う個人って、だからそのなんか人のね、こう観察力というか、なんか分かるんじゃないですか、そういうのがね。ほんでまあ何かこう方法がないかと、お母さんの食べてるところがいっぺん見てみたいと。でけどね、そんなん言うけど、俺らが憶測で考えてるだけでお腹減ってないかもしれへんし、もう勝手にできへんしと思って思っとったんですね。その店長、あ、分かった、ええ方法があるぞって、あの人らが来た時はご飯無料の張り紙をあのテーブルにせえ、そのテーブルっていうのは、その親子が来た時に必ず座るテーブルがあるんですね。入って入り口のすぐ右側に。もう絶対にこの親子はそこしか座らないんですよ。それで、土曜日が来ました。また夕方5時前になって来た。ちょっと張ってきますわ、入って。で、まあ、入り口、入ってきたら分かりますが、その間パーッと走っていって、でテーブルのところに、張り紙を打ちまして、ライス無料、本日ライス無料って書きまして、でまあ他のお客さんいてんねんけど、まあまあカウンターじゃないから分からへんからね、テーブルちょっと離れてますんで、こうその人らが座るところにそれを設置して貼って、で「いらっしゃいませ」って「何しましょう」って、「じゃラーメン定食とご飯もらえますか」って、そのご飯の張り紙無料って、いっぱい無料って書いてるんですね。あ、よかった、
試しにやってよかったなって言って、ほんで注文しはって、でお母さんもそのご飯を食べながら、餃子を少しつまみながらみたいな感じで親子で食べ始めたんですよ。で店長がやっぱり見てみんやって、なんかあんねんで、あの人らカッコ買って見てみって。そうなんですよね。あのカッコっていうのはやっぱお母さんもそのいつでも同じような格好で、でちょっとなんていうんかな、あのお金なさそうな感じの人に見えたんですよね、僕らはね。まあ全然気にせへんかってんけど、観察するようになってからなんかそういう風に感じるようになってきて、でそういうことがずっと続いてまして、もちろん他のお客さんには、ご飯を無料にしてません、その親子だけにやっててね。でその中学校3年でも卒業の時期になりまして、でしばらく来えへんかったんですよね、その親子が。でまあ僕らは土曜日になっても来えへんし、でああ来えへんなったなって、ひょっとしてあのどっかね高校行くようになって、もうなんか違う店で見つけたんかなっていう話をしたんですよ。で全くあの店に来た時はそういう会話もないですよ、あんまりね。いらっしゃいませ何しましょうとか、それぐらいの会話やったから。でそうこうしてるうちにその親子が嫌いになってから2年ぐらい経ってから、店に一通の手紙が来たんですよ。で名前見てもなんとかなんとかって書いてある、まあ全然分からへんなと思って、店長誰か来てますよ店長やってにって言って、店長さんって何々ラーメン店長さんって、何やって言って、ちょっと開けてみるやって開けたら、文章の最初にいつもあの土曜日の日に親子で来てた息子ですと、あ店長あのほら土曜日来てたお母さんとあの息子の二人連れおったでしょって、親子で来るってその息子さんからですわって、ほう手紙かって何やって、ちょお前呼んでくれから呼んだんですよね。はじめまして、突然のあの手紙失礼します、すごいもうなんか流暢に書いてあるんですよね。この度ありがとうございました、ありがとうございました、いきなりありがとうございました、実は無料のご飯、あれは自分たちのためにやってくれてたんでしょう。もうね分かってたみたいね、彼はね。それはなぜかというと、同じ学校の連中が行った時に、このラーメン屋さん行った時そういうような話をしてなかったと、ご飯が無料とかそういう話をしてなかったみたいなことを書いてあったんですよ。で大変ね、母親も喜んでここのラーメン屋に来たらご飯が食べれると喜んでました。というのも店長さん従業員さんの皆さん、実は私の家庭は母子家庭です。父親を小学校の頃に、亡くしまして、お母さんが一人で内職をしながら僕を育ててくれました。高校も行かせていただきました。好きな役員をやらせていただきました。ありがとうございます。高校に入って野球のレギュラーにはなられへんかって、甲子園出られへんかったけど、充実した高校生活を送りました。お母さんといつもここのラーメン屋さんに来るのを僕はすごい楽しみにしてました。お母さんも喜んでました。で最初はお母さんも見るだけでご飯を食べるところ僕のね、そやけど母親は私のこと気にせんっていいから食べてください食べみたいな感じで、僕はいつもそうやっておかんからここのラーメン屋に来て、ご飯を食べてました。何も気にせずに。母親に聞いたら、おかんご飯食べたんかって言ったら、食べたよ私、実はお母さんもあんまり食べてないんです、朝パンだけとか
貧乏やったんでね。で、ね、体弱いけど、病気もしたけど、内職して、細々と暮らしてました。うちの家は貧乏でした、みたいなこと書いてあるわけです、その手紙にね。それで、店長が、やっぱりそうやったんか、みたいな感じで話聞いとったんですけど。なんか、その手紙読んだ時にね、すごいなんかね、悲しくなってきまして。で、いざ、自分らが、俺がね、例えば店長みたいな立場でできるんかなとか考えてくれたらね、そういうのをね。で、まあその手紙の最後の方に、お母さんはもう天国へ旅立ちましたと。で、旅立つ前に、まだちょっと元気な頃にまたあのラーメン屋食べに行きたいねってお母さんは言ってました。お母さんは最後までそのご飯が無料っていうのが私らだけにやってくれたことやっていうのを全く知らずに旅立っていきました。僕はお母さん早く元気になってまた食べに行こうねって、そういう会話を交わしました。母親は天国に行きましたけども、母親に代わりまして改めて、お礼を言いたいと思います。あの時はありがとうございましたという手紙の内容でした。信じるか信じないかはあなた次第です。